んだよ、ロセイナ。どういう感情表現だ、それ。まずいことになった。撮ったのこのチャンネルでも引退するんおめでとう。おめでとう。おめでとういや、じゃあ聞けって。俺がモンボ入ってる間によ、ファンザ10円セールが終了したんだよ。<laughs> ああね。くそちゃんと知らせろよ、シリー。何のためにお前がおんねん胸に解明したのか、こら。シリーより胸ってことね。どうせベタな作品だけなんだ。男は黙って月額会員の勲章を変え。月額サブスクビジネスはいいよな。忙しくて見れてね会員からもしっかり徴収できるからな。うちもメンバーシップでもやるか何あげんだよ。 プラスって名前で謎に最新アニメでもあげるかプライド捨ててるかもあれぶっちゃけ納得いかねえよな遥かとおいらのハ 一人でもあげるか俺のハブでやれ。やらねえよ。それともファンボックスでやるかああ割と本気の提案で草うちで著作権うんぬん述べる人に二次創作の限界の世界を見せてあげたいね。こんなとこにお花屋さんがある。ほんとだ、綺麗。話題変えるのも対応も早すぎで草お花屋さん、パン屋さん、ラーメン屋さん、謎のさん付けは一体どっから来たのか言われてみれば確かし。俺のこともさん付けしろよ、ダネフシー。ダネフシー。ダネフシー。お前に言ってんだよ。あらあら、お客さんかしら。えあ,あ、店員さんですかねはい。私はフラワーショップ三等家の店長です。<laughs> いや、サブキャラにその演出はいらんて。店長さんですか俺はマサラシティのサトシ。よろしくサトシね。はい。さん付けしろよ。ここではどんな花を売ってるんですかどんな花って花は花ですよ。わかんだろえじゃあ腹減ったから食える花ありますあるよ。あんのかよロゼディアとか。毒やん。吸える花はありますよ。吸える花って密的な意味ジョイントならすぐ用意できます。ですよね。じゃあポケモン OG クッシュください。ポケゴーみたいに言うな。俺、ブルードリーム2トン。私、サワーディーゼル。寝返んな。代わりのツッコみ用意しろ。てか、揃いも揃って草詳しくて草。じゃあ当店オリジナルのハイブリッドをご用意 しましょうオリジナルこの辺の気候でしか育たない特別な体操ですもう花ですらなくて草地域限定ってかそういうのあんま興味ないんだよな確かしご当地の地酒とか期待するほどうまかった試しがねえしなにわかおとなしく出されたもん食えまあでも珍しい食い物なら一度は口に入れたいなどんな味がするか試してみたいゴキブリとかいやゴキブリは食うだろ日常的にセミとかセミも食うだろ幼虫もなえじゃあ人とか人も食うだろえ女子供もを中心にな冗談だよねねえねえたらねえ もちろん、性的な意味でな。なんだろう、う初めて下ネタに救われた気がする。よーし、おじさん、はるかちゃんを食べちゃうぞ。いいよ。えあ、えええちゃんと童貞の反応で可愛いお待たせしました。こちらです。キノコやん。安心してください。ちゃんとメスですよ。いや、キノコやん。生きてるし。では、とさして乾燥させましょう。マジックマッシュ